Welcome to シルビチャンネル。どうもー、シルビです。今回、デスアーク3回目の挑戦。もうこれでね、さすがにもうこれでいいやっていう感じなんですけども、行ってみようと思います。今回これがラストなんじゃないかな。いや、本当はね、なんか音曲にいいですよみたいな話なんですけど、まだちょっとね、素材が全然揃わないから、音曲を狙うっていうよりは、まずはいろんな種類をゲットして、いろんなクエストに行けるようにしておく。そっから上げていくって感じなのかなーっていうですね。おー、いいね、斜めが追加されました。斜めの攻撃が追加されました。進化されましたね。オンクロちゃん、トニーちゃんですね。ゲージですね。魔王キラーとかつきました。いいですね。気持ちいいですね。復活させられるけどね。火力上がったね。ここにルシファーが来たら最後ですな。ああ、闇属性切った。いや、ラグいんです。ちょっとラグいんですよ。ちょっとラグいんですね。そういうのがあるんで。ゲージがある。ちょっとね、そこはね、iPod 5を使ってるので、性能的な部分でね、あるんですけど、まあ仕方ないです、それは。iPhone 6が欲しい。てか iPod Touch 6早く発表してって感じですね、個人的には。はよって感じです。出ないかもしれないですけどね。なんか、Apple Watch とか作るのからね、iWatch か。なんか、結局 iPhone でいいんじゃないって話になっちゃうので、出ない気はしているんですけど、もう出してっていう。私は iPod 4から iPod 5にして、来てますんで、6は、iPhone 6は買ってないですね。いや欲しいですけどね。まあ、だけでいっかな、みたいな。余談ですが。で、7万ぐらいするでしょ？ちょっと高いですよね。正直。からな、あれ言ってんだ、地味に痛い。いいね、いいね。トニーちゃんが化けましたからね。これで他のクエスト、今までね、もちろんあの準1軍だったんですけども、もう1軍ですね。この3人はかなり鉄板でございます。ここはちょっとキョンシーを一発潰しておこう。42は火力で、今回も火力勝負でいきますから。よっしゃ、今回超火力、さらに火力が上がった感じですね。もう火力勝負、短期決戦、地雷なんか任せねえ。長引くと不利です。なんか分かったので、こいつに関して言うと。しっかりとね、闇属性キラーがつくかね。いて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 。24万、ちょっと少ないね。少ないことはないんですけど、少ないってことはないんですけど、こいつが硬いんですよ、やったら。やったら硬いんだ。おっしゃー、45万、いいダメージだ。ここ結構めんどくさい。ここね、意外とめんどくさいんですよ。
なんせ地雷まかれるとね、いや闇属性キラー素晴らしいね。地雷まかれるとちょっと厄介ですからな。誰も対策ができない地雷はこの今回のパーティーはどうするか。誘導弾の方が確実だな。あー処理しきれなかった。地雷がっつり来るんだ。あと3ターンあるから、まあ1個踏むね。仕方ない仕方ない。どうする？どうする？どうする？俺っていうシーンが昔あったような気がします。しようか。よし。地雷踏みまくりましたけど。まあここは飛行なんでね、問題ないです。倒してない？痛え、余計なダメージ買っちゃうわ。必要ないダメージですね。半分か。しかもボス戦第一ラウンド、もうここはゲージを使っていく、もう火力勝負ですから初っ端。いきますよ。ガガ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 ガって22ターンか。ちょっとこれはもったいないというか、今日はちょっとめんどくさいんでね、そそっとここ使っちゃおう。こんな感じかな。はい、ね、ここ使っていいかな感じですよ。いって、火力が高いんだよね。とにかくどうする？これまたここはライフを生かしたい。生き残れ、ここで死ぬよ、頼む。よく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 、よし。何が失うのかっていうと、ここでこれが取れるわけです。ね、オッケー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 オッケシールドなのが残念ですよね。これビットになったらすぐ壊せるのに。壁に当たるほどってでしょ？ちょうどいいんじゃないですか？よし！いけ！闇属性キラー、まあ弱点じゃないのが残念ですけど。妥協。で、100万超え。よし。
30万。とにかく11ターン以内に処理をしなきゃいけない、こいつ。弱点が、ね、上にしか行かないのがちょっと嫌ですね。これが後々尾を引いてくる可能性も。16万。あー、きつい、きついきつい。ライフも上だし、下に巻いてくれた。これもう完全にここしか見ない。あと6ターン。ここは回復を取って。6ターンしかねえ。かつい。あと4ターン。回復を取る。4万ダメージくるからね。あれで死ぬから。やべ、あと3ターン。どっちがいい？40万。あと2ターン！しかも地雷だらけ。ラスト、これで倒せなかったらフィニッシュ。どちらにしろ死ぬから。おっしゃ来た、おっしゃ来た。やったー。よっしゃ、ギリ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 。いや、この一旦、これでやったら敵が大爆発で、私死亡ですから。おーし、ギリギリ、しかもスコープスピードクリア。やったね。もう火力勝負ですよ。ノーガードの殴り合いっていう。よし、よし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 。いいんじゃないの ?3 枚来たら最高でしたけど、まあ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 。それでも、このね、このボールも来たし、ボール。ボール。はい。いやー、いいですね。素晴らしかった。いい戦いだった。なんかね、難易度低いって言うんですけど、私のデッキとの相性がすごくですね、悪いのか、ものすごい激戦になってるんですけど。激戦ですね、ギリギリの戦いを繰り広げてます、毎回。で、まあ、これで、これでまたやってもいいんですけど、とりあえずは、育てるかどうかまた判断して、いや、デスアークにするか、このダークドラゴンにするか、どっちかですね。魔王キラーか、っていう話なんですよね。だから魔王キラーは、ぶっちゃけ今、ゲットしたじゃないですか。ここにね、進化にして、魔王キラーが入ってる、まあ、L とあれの違うんで、そう思うと被っちゃうから、こっちではなくて、ダークドラゴンではなくて、デスアークを上げるっていうのは、ありかな、みたいな。友情コンボが爆発ですからね。レチリードが必要なくなるね。まあ結構苦労したんですけど、あれは。どうでしょうかね。まあちょっとその辺考えてみようと思います。悩ましいところではあるんですけど。ね、ダークドラゴンにするか、という感じです。まあ、とりあえずそれはちょっと、おいおいですね。まあ、どっちもできないんですけど、そんな余裕はまだないからね。ぶっちゃけね。そんな余裕はない。という感じでございました。それではですね、今回は、デスアークとの激戦。こういうことをやると毎回激戦になってる気がするんですけども、でございました。またですね、シルビーチャンネルをよろしくお願いします。また次回、シルビーチャンネルでお会いしましょう。シルビーでした。